世田谷ビジネススクエアは東京都世田谷区用が4丁目にある28階建ての超高層ビルを軸に8つの建物からなる商業、業務施設である。略称は SBS。旧東急玉川線車庫跡地2.9ヘクタールを東京急行電鉄が東急不動産と共同でニューオフィスゾーンとして整備を行ったもので。 洋画畜畜計画により複合機能の調和を図ると、共に駅前空間の整備を図ることを目標とし、水と樹木に囲まれた散歩道、庭園、プロムナードを配したデザイン設計、人が行き交うことを考慮するとともに、最先端の機能を備えたインテリジェンスビルで、両者のイメージリーダー的なビルプロジェクトとして計画された。全体はタワーと中低層建築群で構成され、 タワーは街の象徴となり、隣接する高速道路を通って東京に入る際のランドマークとなっている。緑の屋上を階段状にステップダウンする構成の中層棟を高速道路側に配置し、敷地北側の遊歩道には2階建ての建物が面する。遊歩道は洋外機からセ田タガ美術館へのアプローチであり、敷地西側で整備が止まっていたイラ道を 今回計画において、東急グループが敷地の一部を提供し、駅まで延長され、洋画プロムナードが完成した。洋画駅とは直結しており、地下6.7メートルのレベルで駅とタワーをつなぐ、コンコースは、円形階段、サンクンガーデン、トップライト等様々な光を取り入れる工夫が、されており、地下とは感じさせないアプローチとなっている。なお、 駅直結に対する認知度向上によるテナント誘致力の強化等を狙い SBS の共有持ち分に関わる不動産信託受益権を保有する東急リアルエステート投資法人が東急電鉄とのコラボレーションで2013年末から洋外機に世田谷ビジネススクエア前という副駅名標広告を設置している計画地は東京圏でも 質の高い住宅エリアを広配置に抱えている地域で、従来の感覚ではオフィスリッチではなかった。このため、新しいスタイルのオフィスビルの提案、最先端の機能を持つインテリジェンスビルとして設計され、特にセキュリティに関しては最先端の IC、カードシステムを導入して差別化を図った。 そうしたセキュリティの高さが評価され、セキュリティに監視要求が厳しい外資系企業が、開業から数年キーテナントとして入居していた。オフィス基準会は、様々なオフィスランドスケープに対応しやすくするために、サイドコアプランを採用し、柱チューブにより四隅コアと、超スパン張りの構造システムにより、奥行きのある、広い部柱のオフィス空間とした。外装には、メンテナンス、 外装荷重、電波反射を考慮して、ガラスカーテンウォールとした上で、3種類のガラスを採用、表情に変化を持たせた。東急コミュニティが本社を置く。ありがとうございます。